ございます。今日は試合前日ということで、まあこの後ね朝練習してね、一回帰ってきて準備して、まあ、今節はねクリアソン新宿との一戦なので、まあ東京の方に、アウェーで向かっていきたいと思います。まあこの2日間はねまたお届けできればいいなと思うんで、ぜひ見ていってください。ということで朝一のオイコス食べます。誰やこのスパイクの中にクワガタ入れたやつは。おらんでしょ。え、おらんでしょ。めっちゃビビったよ今さっき。なんかねえか。おらんでしょ。ございます、お願いします。はい、ということでこれから練習行ってきます。気合いでこう、バモン。はい、ということでとりあえず今練習が終わって家帰ってきて今シャワー浴びたっていう感じで、まあ、この後ねまた集合するんですけど、それまで時間あるので練習とかいろいろやっていきたいと思います。準備終わりました。だいたい持ち物はこんな感じかな。こっちがねサッカーとかで、うん、プロテインはちょっと別なので、こっちは用具かな。スパイク2足、クローブ2つ。今スピーカーはね宿舎の中でちょっとリラックスしたいとき聞いてるから、スピーカーでガーム、ラムネ。後輩からご飯行こうと。お願いします。誘われたので集合時間までまだ時間があるんで、準備終わってとりあえず昼食べてもう一回家戻って準備していきたいと思います。さあ行きましょう。とりあえずご飯食べていきます。行きましょう。ということで、行きました。いや、すごい。乗ってください、乗ってください。乗ってる？乗ってんの？あ、乗ってないよ。いや、乗って。クワッカー乗ってる。俺は乗ってる。モブなんで、俺。写真メニュー出るらしい。知ってた？知らないです。顔漫画。やっぱこれにします。いやいや。光が。うん。うん。鶏と野菜のクローザー定食こうやってサポートしてるから来ました。いただきます。があるのはすごい。ここはまだ許してください。はい、ということで今ホテルに着いて、まあ今さっきね夜ご飯食べたんですけど、まあ、この後しっかりねケアとかリフレッシュして明日の試合にね挑みたいと思います。ということでとりあえずこの後ケア行きます。行こう。おセレッソよ。え、セレッソ、うん、あ、リオサルラ、リオサルラ、リオサルラ。え、いくら全部合ってるよ。次は17万。全部合ってるよ。17万誰？あれじゃない？新しいやつじゃない？ジョルディクルーズ。リオサルラ、ほら。じゃあ、ジョルディクルーズよ。なんつったらやるの？ジョルディクルーズですね。え、ジョルディクルーズって11番か。ドラパンじゃないの？ドラパンみたいでしょ。はい、ということで今ケアとストレッチが終わって、まあね、もう寝たいなと思います。ま
まあ、上位に進んでいくためにはね、絶対に明日勝利が必要なので、まあ、いい準備して、頑張っていきたいと思います。それではおやすみなさい。はい、ということで先ほど新幹線乗ってね、三重の方に帰ってきたんですけど、これから家に帰ろうと思います。で、まあ今日の試合振り返っても、まあ結果としては0対1の敗戦ということで、まあ、地元東京での試合でもありましたし、サッカー部のね同期とかも足を運んでね見に来てくれてて、もちろん家族もそうですし、まあ、最高の環境でプレーできたことには感謝ですし、まあでも結果を出せなかったっていうのは非常に悔しく思います。シーズン続きますし、まあ、自分の良かった部分は継続して、悪かったところはまた、ね、改善して、また1週間ね、いい準備して次の試合にね向かっていければなと思います。まあこんな感じでね今日は終わりたいなと思います。まあ、SNS の方ね、TikTok だったり Instagram の方ぜひフォローよろしくお願いします。まあ、概要欄の方に貼ってあるのでフォローよろしくお願いします。それではおやすみなさい。